おはようございます。キレと申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。さてさて、まあ前回の動画がね、2ヶ月3ヶ月ぶりというとんでもないことになってしまったわけですが、今回もなかなかのねブランクぶりです。一体いつも何話してんだっけなぁと思いながらね、この実況を撮っております。この動画を撮ってる日は夏です。夏はいいですよ。うん。何があってさ、ツイッターを見ればね、目の保養がたくさんあるんですよ。うん。目の保養がね。うん。例えばそう、水着とか今回使っていくモンスターは、キャタピラー、ドランゴ、ファーラット全員草原森です。あともう一つ共通点があるんですよ。皆さんわかります？あのですね、この3体ですね、全員緑の尻尾です全員緑の尻尾によるね、草原森軍団が完成したんでね、それをお披露目したいと思います。そう、350回にもなってね、何が緑の尻尾だっていう話なんですけど、350回にもなって、なんと緑の尻尾ただのフィーリングじゃねえかと。そう思ったなら方、間違ってはいませんよ。行きましょう。キャタピラー、ホイールスピン、グルンジョン、グルンジョン、止めないか。ホイールスピンのね、止める率は結構高いからね、ちょっとね、止めてほしいとこではある。それを大魔王戦でやってくれるとね、かなりね、あ、ドランゴンか。出荷力が。出荷力が。さあ、開口戦を放つぞ。よいしょ、開心ナイス。いいね、いいね。さあ、ここ当てれるか。当てれない。350回ですよ、実況も。こう、長々とやってきましてね。350回です。多少のブランクやね、なんて言うんですか、ブランクの他になんて言うんだっけ、あれのこと。なんて言うんだっけね。ブランクの他になんて言うんだっけ、ブラックじゃなくて、劣ること。なんて言うんだっけ、例えばさ、筆筆作業してる人とかがさ、筆が止まったりすること。なんか言うよね。なんかマイナーじゃなくて、なんか言うんだよ。その状態になったの。今日のね、実況の収録が終わる前にね、その答えを導き出そうと思います。はい。お、いいね、ファラちゃん。ファラちゃん受けたね。いい受け。さあ、おーっとー、何をしとるんだ、お前は。シュボードギャーン何してんだ、おめえは。そうだったわ、こいつら。さあ、ファーラと開口戦。せーの、よいしょ、どこ行っとん。さあ、決めてくれ。輝く生きに、それでいけんのか。いけねえじゃねえかよ。もう何やってんだ、何やってんだ、お前らは。理想の行動と全然違う行動を取るんだけど、大魔王戦で絶対それするよね。スモールグルにだってもう HP が低いのにさ、挑発し始める始末だよ、これ。もう、カウンターしたら知るから、君。そもそも、カウンターする前に。まあ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 、いいでしょう。可愛いもんだろう。さあ、ここで決めてくれ。開口戦発射。よいしょー、うおー開口戦のキレがいいね。スランプだ、思い出した。スランプだよ、スランプ。そう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 、そう。ようやく思い出したわ。スランプでした。そうそうそう。ブランクが開いて、実況とかのに手がつかなくなること？なんて思うんだっけって、スランプだよ、スランプ。そうそう。そのせいでね、モンバトル生放送とかでは、スランプがね、つばぜり合いのスランプがひどいもんで、最大にね、なかなかね、止めれないんですよね。まあ、今日ね、それをね、言ってる割にはモンスターマスター使ってるわけですけども。いや、まあ、だからこそモンスターマスターなのかもしんないんですけども。スランプだ、思い出した。
いやー、答えるよってスッキリしましたよ、皆さん。じゃあ、ここからね、スッキリね、した戦いをね、見せたいと思います。開口戦、いいとこ行ったね、開口戦。さあ、飛びかかって、はやぶさ切りー、いいねー。どうせニャン玉だろ、もう350回もやってるとね、ニャン玉がね、もうね、どういう演出にしてやろうかと思ってるわ。ニャン玉された時に。じゃあ、ここは、2ターン目で終わらせましょう。2ターンで終わらせるよ。350回ね、勝利のでね、飾りたいところですね。こら！あははほら、始まった、にゃんたまや、もう。もういつもカットしたり、エフェクト流したりする、こっちの身にもなってくれよ、もう。わかったから、にゃんたまアタックもわかったから、もう、わざわざ敵に、てか、お前の俺の動画とか、撮ったから、もはや、もう、いいじゃん。ここで、ね、お、開口戦さっきの同じところにやってくれれば終わり。どこ狙っとんのお前は。まあ、さすがにね。あ、そう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 。そういう時の全体攻撃よ。わかる？はい、オッケー。命中率悪いね、君。君の輝く撃、命中率悪いね。おお、いいね。これなんかちょっといいね。緑の尻尾ということで、お相手しも緑ということですかね。おめえの場合は黒い尻尾だから残念だけど。さあ、ちょっと面白い展開になってきましたね。親方、空から大きな剣がさて、そもそも、皆さんに解説しなかったと思うんですけど、なんだ緑の尻尾ってって話なんですけど、おう、避けるね。緑の尻尾と言いますのは、例のゲーム。もう例のゲームって言ってわかりますよね、もう皆さんなら。例のゲームの連携名です。他に属するのが、タホトラキーやドラゴン、キングリザードなどの、緑の尻尾の軍団です。ただ、属するも、もう、そう、ま、あの、緑の尻尾っていうのは、例のゲームの連携名です。ただ、正直、属するモンスターが少なすぎて、何なんだっていう。まあ、他にもね、いろいろあるんですよ。とんがり帽子連携みたいなね。とんがり帽子連携って誰だよってなっちゃいますよね、もう。例のゲームのね、連携名が時々面白くって、ベロベロ連携はともかくとして、ベロベロ連携もどうかと思いますけど、結構ね、あの、連携名は面白いです。適当に考えたんだろうなって思う。逆に言うと、適当に考えたんじゃねえかみたいな連携ありますけどね。はい。1、2、3! はい、よいしょ、オッケー。さあ、対するは、緑の体ってわけかい。緑の尻尾に対するは、緑の体ってわけがいいだろう。伊達石エルギオスって言いました。ということは、赤目エルギオスの登場だ。はははは、来たー。本当だ、緑だ、緑の尻尾だ。どうしよう。ここはさ、相手のさ、王女の愛ってのはどうだい。一旦目二旦目の攻撃って激しいから、やっぱり。ここは、おう、いいグラビアポーズ。せーの、王女の愛。一旦目二旦目の攻撃、すごい激しいから、ちょっとまずは守りから入ろう。さあ、行こう。丸めて、ホイールスピーン。いやー、通り悪いか。いやー、通り悪いなー。さすがに。いいよ、開口戦選んだ、でもちゃんと。いやでもね、開口戦も効き目悪いんだよな。おー、でも会心で取り返す。いいね。来たよ。ジャガン来たよ。やばいよ。いや、これやばいって。ユーン、ドーン、いった。ドラゴン軽減したね、だいぶ。パラちゃん寝ちゃった。パラちゃん寝ちゃったね。ハヤブサ切り行ったか。いけ、よいしょ。いいね。それやったらルビスでええやんか。それやったらルビスでええやん。ローラ姫。ローラ姫どっか行った。もう見捨てられた、ローラ姫に。
さ、とどめボーダーに持ってきつつって感じだね。絶対レードはやばいね。いやでも氷耐性そこそこ。やばい、ストレートに負けるかもしれん、このままじゃ。ストレートにエルギウスに負けてしまうかもしれん、このままでは。なんとかしろ、なんとかしろ、なんとかしろ。まだ、まだなんとかなる。SP も失ったからなんとかなる。惑いの息しちゃおう、もう。惑いの息、惑いの息。惑いの息を押す、いけー、うくそ、前回みたいなドルマゲスみたいな奇跡ないか。いや、理論上あり得るから、理論上あり得る。期待値を狙っていこう。いけ、お前もいける。くそ、いってない。ボーダーに乗せた方がいいのか。どうする、おー、ここで波動はありがたい。ここの波動はめっちゃありがたいね。これ邪眼引いてた、死んでたよな。このターンに、とどめボーダーに乗せつつ、決めよう。よし、行こう。いける。君たちならいける。止めろ、ホイズピン、止めろ、止めない、開口戦で開始、開始に出さないとあかんね。いけ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 、くそダメか、おい、おっと、相手の攻撃、もうやばい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 、やばい、バナンテなんて耐えるわけないやん、こんな、あかーん。消し済みになった。消し済みになった。やっぱり挑むハードルが高すぎたわ。さっきのはあまりにも挑むハードルが高すぎたわ。というわけでですね、もう一体ね、自分知ってるんですよ。緑の尻尾といえばこいつでしょ、天魔王。確かにそう。確かにそうじゃないですか。緑の尻尾で投げ払ってきたりね、叩き伏せてきたりする、こいつこそ相手にふさわしいというんじゃないでしょうか。少なくとも白目は突破したいね。まあ、いけるとは思うけどな。4ターン目確定防御可能だし、まあ、HP も2600というね、そこそこの耐久はしてるんで、ただ問題はね、やっぱね、状態異常をばらまいて止まってしまうとか、まあ、5ターン目のいつものアーとか、それが気になるとこっすね。うん、伊達も出る出る、ちゃんと出る。オッケーオッケーオッケー。なぎ払う。これ緑の尻尾で、なぎ払う。硬いね、ドラゴン。よし、止まってないな、大丈夫だ。大丈夫、大丈夫。炸裂、オッケー、400出るよ。強いよ。火力は大丈夫そうだな。3300まで乗せてくれ、とりあえず。オッケー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 、いいよ。しっかり当たれば大丈夫だよ。まあ、今回はあれですよね。なんか、ドランゴはともかくとして、ファーナッテやキャタピラーって意外と出演回数多いな動画の。キャタピラーなんてね、この、結構この前出たばっかみたいな感じところもありますからね。うわ、マヤド来たよ。マヤドかー、ちょっときついか。いや、でもドランゴは経験してくれる。うわ、まあ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 、あと1撃耐えるなら大丈夫。まあ大丈夫でしょ。いいよ。いいよ。まあ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 、まあ、ここも普通に行って、4ターン目に風のマント張れば勝てる。素直に勝ちに行きましょう。波動がそうはさせてくれないってわけか。4ターン目に行けばね、普通は溜まるから行けると思うんだけどな。はやぶさ切り、おさすがす、オッケー、でかいねー。600出んのか、お前。強いなー。ホイスピン、外したよ。思いっきり外したよ、お前。大丈夫、大丈夫。とどめボーダー乗った、乗った。とどめボーダー乗ってるから大丈夫だ。で、風のマント選びます。あー、ピッてなっちゃったな。ちょっと遅かったね。大丈夫、ここは確定で特技なんで、まず食らうことはありえない。
ダメージを受けることはまずありえないんで、ここはね、順調に勝ちを収めていきたいところだね。で、これで回復されるけど、ま、さすがに誰か一匹は攻撃にするでしょ。ドラゴンは両方攻撃だし、そもそもトドルボーダーがね、3263なんで大丈夫です。おーっと、加害撃でふざけ出したぞ。なんか、ふざけ出したぞ、おい。まあ、いい。あー、来たよたまるよね。勇気たまるんこれ、ちょっと。君たちふざけとるけど。大丈夫ちょっと、勇気たまるん、あ、よかった、勇気たまった外れると勇気の量少ねえんだよ、本当に。危ないよ、本当に。君たちヒヤヒヤさせてくれるわ。くらえ、マリベル城のエデンズフレインオッケー3300。白目は行ってもらわないと困るのよ。緑の尻尾同士、目指すは赤目撃破ですよ、このパーティーでの。行きましょう。さあ、やってきたね。このシューマン三強とも言われる赤目オルゴドミーラ。まだ俺は相手にしたことないけどね。でもパスチームなんかで行くよかはよっぽど勝算あると思うわ、こっちの方が。パスチームで行けてすらねえけど、まだここまで。たどり着いてすらねえけど、パスチームなんかよりよっぽど可能性を感じるわ、こっちの方が。だって早口結構出るじゃん。やばいって、投げ払う、緑の尻尾で、投げ払う、避けたー、誰か避けたよ、ドランゴか。よし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 、その一避けだけでも変わってくる。大丈夫だ。頼むから攻撃を当ててくれー、頼む、攻撃を当ててくれー。よし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 。ここは、行くしかないね。行こう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 。こいつ確定で防げるターンないんだよなぁ。白目と違って確定で防げるターンはないんで。でも、ここの外し、2外しのせいでダメージSPに割かないとダメかもしんないね。まだまだでもいける。このターンは、叩き伏せるか猛毒な波動。どっちもね、火力あって嫌だね。猛毒の波動、回復もするしね。んで、これ。効果抜群はやばい。うわー、2体食らうか。2体食らうか。で、回復もすんだよな。やばいって。かなり厳しいぞ、これ。ストレートに負けんのは、ちょっと、350回やった身としてはね、納得いかないんでね。まだこっからありますよ。よし、OK だ。いいよ。まだだよ。でも、ちょっと待って。4ターン目さ、天地じゃほうが叩き伏せるなのよ。このままだと死ぬのよ。体を払う。止めろ止めろ止めない、諦めない。こうなったら、スーパー回心に期待しつつ、マリベル城でまず耐えます。マリベル城で耐えるしかねえよなぁ。こればっかりは。やばいな、オルゴ。オルゴ火力もあるからな、回復もあるし。え、あ、やばいそれ、避けろ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 、よし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 。でかい、一避けでかい、その避けはでかかった、マジででかい。よっしゃー、繋いだぞ、繋いだ繋いだ。5ターン目は運ゲーだからな、言っちゃえば。会心頼むわ。お前らが会心を選んでボミオスしてる場合じゃない。しかもボミオスはまずい、高校凍てつくの可能性が上がる。聞いちゃった、やばい。5ターン目にこいつの例のあれがあるんですよ。例のあれがあるんですよ。おーしゃ、ナイス、素晴らしい、いける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 、勝てる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 。でもボミオスしちゃったのがね、響いて、あー響かなかった。ザラキザラキはそんな効かない、耐えろー、頑張れー。先般キャタピラーだろ、お前何もしてなかったじゃねえかー。